どうもどうも、皆さんこんにちは。テックスタイルのテルです。さあ、本日の動画はデータの復元について皆さんに情報を出していきたいなと思います。一応まあ僕のチャンネル、テックスタイルチャンネルでは iPhone や iPad、Apple 製品の質問や不具合相談っていうのをね、 X の DM とか LINE で受け付けているんですけれども、その中でもダントツでやっぱり相談が多いのは写真データの消失、そして復元ですね。何かのタイミングでこう iPhone から写真を消してしまったとか、あとはまあ iPhone の機種変更とかで写真が消えたのでこう復元したいとか、そういった相談がやっぱりダントツで多いんですね。そしてそういった視聴者の中でもこう共通しているものがあって、最悪というか絶対にこの LINE データ、LINE のトーク履歴と LINE 内にある写真データだけでも復元したいっていう方が非常に多いです。そしてもう一つ共通しているのがバックアップデータがないっていうことです。iCloud でね、こうバックアップが取られていないっていう方が、なんとかなりませんかっていう形で相談に来るんですけれども、今回この動画でバックアップデータがなかったとしても、LINE 上のトーク履歴、そして写真データが復元できるソフトをご紹介したいなと思っておりますので、ぜひね、今回この問題に該当される方はチャンネル登録をしていただいて、最後までご視聴の方よろしくお願いいたします。では、スタート。はい。ではですね、この後しっかり、こう、LINE のね、復元について情報を出していきますけれども、その前に何点かだけ注意事項をお伝えしておきます。まず一つ目なんですけれども、この動画を見ていただいている皆さんの iPhone の利用環境であったり、ネットワークの環境、ましてやアプリのバージョンの情報などは一切わかりませんので、この後の操作については自己責任で操作してください。そして、まあ間違ってもね、変なソフトを皆さんにね、ご案内するわけではないので、ソフト自体は安心して使っていただければいいんですけれども、例えば LINE から消えたデータ、どれぐらい日にちがもう経ってるかとかですね、LINE のバージョンであったりだとか、一旦もう iPhone 初期化してしまってるとか、そういったいろんな様々なこう環境がありますので、このソフトを使ったからといって 100% 復元できるわけではありませんので、そのあたりだけね、ちょっとご理解していただきながらこの動画をご覧ください。では、この LINE のね、データ復元のソフトなんですけれども、名前は、テノシェアから出ている LINE リカバリーソフトとなっております。一応、このデータ復元する際には、パソコンが必須になってきますが、そのパソコンは Windows でも Mac でもどちらでも構いません。で、このソフトをパソコン上にダウンロードしていただいて、パソコンと iPhone をケーブルでつないでいただいて操作するっていうことです。まあね、このパソコンとか、まあ、iPhone のね、こう操作が慣れていない方であれば、ちょっとね、こう難しく聞こえるかもしれませんが、ソフトのダウンロードさえできれば、クリックの数としては、まあ3回から4回ぐらい、もう本当ね、クリックしていくだけなので、まあ初心者の方でも、まあ比較的、こう簡単に操作できるんではないかなと思います。一応ね、このソフトがダウンロードできるテノシェアさんのホームページの URL は概要欄の方に貼っておきますので、そこに行っていただいて、Windows の方は Windows 版、Mac の方は Mac 版をダウンロードしてください。そしてダウンロードが終わったら、そのソフトをね、立ち上げていただくんですけれども、この時にはパソコンと iPhone はもうケーブルで繋いでいる状態にしておいてください。そして接続した状態でソフトを立ち上げていただくと、まあ画面上にも出てると思いますが、パスコードのね、こうロック解除が促されます。で、iPhone でパスコードのロックを解除していただくと、そうするとですね、こう失われた LINE データスキャンという風に出てきて、ご自身のこう iPhone のね、端末の情報がしっかり出てるかどうかっていうのを確認してください。で、その下にね、復元ボタンが出ておりますので、そこをクリックですね。で、クリックしていただくと、左下にこう何パーセントとかね、こうくる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 回ってると思いますので、ここでスキャンがかかって、まあ長い方であればね、まあ1時間近くかかるのかな。僕やった時は、まあ大体20分、30分ぐらいで終わったんですけれども、まあそこはね、データの量に関わってきますので、まあそれぐらいの時間は見越しておいてください。そして、このスキャン自体が終わったら、左側にですね、こう iPhone でスキャンとか写真とかね、こういろんなものが出てきておりますが、そこに復元されたデータが表示されます。ここでプレビューがね、表示されますので、すごくわかりやすいかと思います。そこで復元したいデータがあれば、右下の復元を押していただければ、データの復元が完了する。もうたったこれだけです。
これをやっていただくことによって、もともとね、こうバックアップがなかった LINE のデータ自体が復元できる可能性がありますよっていうことになりますので、一度ね、こう参考にしていただいて、このソフトをね、使っていただければなと思います。一応冒頭でも言ったんですけれども、やっぱり皆さんのね、iPhone の利用環境、LINE アプリのバージョンの情報、データが消えてからどれぐらい日にちが経ってるとか、いろんなこう環境が違いますので、100% 復元できるものではありませんが、一応こういったものもあるんだよっていうね、こう参考程度にこの動画をね、見ていただければなと思いました。では今回はですね、この LINE データの復元について、テノシェアから出ている LINE リカバリーソフトのご紹介をさせていただきました。最後まで見ていただいてありがとうございます。ではまた。